はい、では次はゴールの判定ですね。鍵の有無の扱いができましたので、次はゴールの判定を考えます。条件を満たしてゴールした時にはエンディングの画面に変わるという仕組みを作っていきます。で、エンディングの画面ですね、画面に文字を表示するにはクリエイトアンダーバーテキストという関数を用います。であとね、その後ゲームを続ける必要がありませんので、ボタンを無効化、ステートをディスエイブルドにするというのを行います。教科書のね、189から192ページを読んで、chapter6.py を更新してください。エンディングにね、到達できましたでしょうか。で、課題 11-3 としては、教科書ではね、鍵は1つしかありませんが、2つ設置する場合を考えましょう。マップ上にね、2つ鍵があって、両方取ったら、というか両方取らないとゴールに行っても意味がないよと。いう感じですね。そうした場合に、何を変更するべきか、まあ、配列変数使うべきですよね。どこをどう配列変数に変えるか。で、あと追加すべき項目は何になるか。チェックするところとかね、条件変わってきますよね。そういうところを挙げて、こういう理由でここをこういうふうに変える必要がありますと。そういうね、説明をしてください。で、課題 11-4 の方では、先ほどね、最後のところですね、ゲームを続ける必要がないので、ボタンを無効化しますと言いましたけども、ゴールに到達したら矢印ボタンを無効化しています。もし、これ無効化しなかったらどうなっちゃうか、どんな問題が起こるかを説明してください。起こる問題を挙げてね、その理由を説明してください。出来上がりはね、こんな感じかな。よいしょ。今度背景塗ってない方のやつですね。よいしょ。これは鍵一つのバージョンですね。鍵を取ったら、画面が明るくなるかな。なんか鍵取ったって感じがしていいですね。本来の意図とは違いますが、そんな効果になってますね。で、ゴールに着いたら、画面が真っ黒になってね、テキストになると。で、今、これ、ボタンディスエイブルドなんでね、押せない状態になってますが、押せたらどうなっちゃうかと。いうあたりもね、課題 11-4 ですので考えてください。まあ、分かんない人はね、実際そこの部分コメントアウトしてね、押せるようにしてみるとどうなるか確認できると思います。で、分かってる人もね、一度それはね、確認してみてください。自分の予想と違う場合とかね、あります。せっかくね、確認する環境がね、手元にあるんですから、確認した上で答えをね、出すようにしてください。まあ、もちろんその前にね、どうなるか予測するってのはすごい大切です。予測して答え考えて最後確認するというのをしてください。はい、というわけでね、今日は説明は少ないですけどね、教科書の範囲が多いので頑張ってください。課題が11-1から11-4まで4つあります。で、提出が必要なのはね、11-3と4ですね。鍵複数にした場合と、矢印ボタン有効にしたままだったらどうなるか。という話ですね。それを説明それぞれしてください。課題はメールで提出です。件名ね、レポート11ですね。11回目なのでレポート11です。アドレスは com02@elec.liukok.ac.jp です。実習1の方にね、出さないように気をつけてください。で、締め切りはね、翌週水曜日が終わるまでという形ですね。今回はね、12月9日水曜日中に提出したらセーフという形になります。まあ、いつもそうなんですけどね、12時、日変わる直前に結構メールがいっぱい来ますけども、ギリギリって、寝不足になったりね、いっぱい、なんか簡単なミスとかね、してしまったりしますので、余裕を持って作業してね、提出できるようにしてください。はい、以上がね、今日の内容です。頑張ってください。